3「ジリリタの次元」「国土の称言が如来のジリリタの徳を表している」とは次のように言われている。「大」「略して」「かの阿弥陀仏の国土の17種に飾り上げられた功徳を解いて如来自身の利益である大いなる功徳の力が成就していることと他の主張を利益したもう大功徳の力が成就していることを表しているからであると。略してと言われているのは かの浄土の苦毒は無料であってただ十七種の実に限らないということを明らかにするのである。その無料の空読を十七種に収めるのは趣味線を消しの実の中に取り込んだり、毛ほどの穴に大開を収めたりするようなものであるが、それは趣味線や大開の力であろうか、または毛穴や消しの力であろうか。いや、ひとえにそのような不思議をなす人の不思議な作用なのである。だから、 17種の苦毒は人重に他に恵まれるものであるとはいえ、そこにはもとより地理が満足しているという意義のあることは明らかである。このことをよく承知すべきである。4. 真理。第一義体を明かす。仏国土17種の称言が、第一義体、真女に収まるとは、次のように言われているからである。かの無料呪物の国土の飾りは、 第一義体たる絶えなる世界の姿でありその姿をあらわさんがため十六の句及び一つの句を順次に解き述べるのであるよくこの「物力成就」の次第を了解すべきであると第一義体とは仏の城示す因縁の法であるここに言う体とは境外の意味であるだから「聖言」「両駆読」などの十六句を称して絶えなる世界の姿というのである この訳はニューポックを解く門のところでさらに解釈することにする。および一つの句を順次にとはつまり既世間の症状苦読等を観察することであってそうそうたる症状苦読と別そうたる16句の17句は観察を成していく順番である。どのように順次起こってくるかといえばまず初めの章で「無下孔如来」に起妙して安楽国に章然とがずと言われるのであるがここに疑問が起こる。 つまり疑って言えばそもそも章ということは迷いの生ずる本源でありあらゆる煩いの根源となるものであるところがその章を捨ててまた章を願うというのでは章はいつまでも果てることがないではないかとこのような疑問を解くためにこそかの浄土の飾り上げられた功徳の姿を観察するのである観察すればかの浄土は阿弥陀如来の清らかな本願によるところの無章の章であって 迷い偽りの性のごときではないことが明らかとなる。なぜかといえば、およそ発症は症状そのものであって、とこしえに消滅な着物である。従って性を願うというのは、ひとえに浄土に性を縁とする者の,の心を表す者に他ならない。このように性がまこと無性である以上、どうして性が突き果てるということがあろうか。もしそのような性を断じ尽くすならば、神はなすことなくしてなすところの主情再度の身を失い、 霜は三空門に沈んでかえって空にあらずという重病に陥り菩提の根を腐らせ永久に絶やし果ては三千大千世界を震わして泣き叫んでも及ばぬことになるここに至っては仏法に立ち返り立ち返り蘇生して無常菩提を求めようとする心が全くなくなって恥をかくだけであるそもそも岩礁の体は発祥の断りより生ずるものであるこれを浄土というのである その浄土の住みかを表すのがいわゆる17句である。5将軍ののののととと別別のの中を相と別との2つに分けはじめの句は浄全体の姿を表しているつまり「浄情なる仏度は3階の道を越え優れている」と言われているのがこれである。彼の度が3階を越え優れているというにはどのような姿があるのか。 以下の十六種の飾り上げられた功徳の姿がこれである。その第一は広さである。浄土はどこまでも虚空のように広大で果てしがない。果てしない広さを知った上は、この広さは何を元としているかを知らねばならない。だから浄を感ずるのである。浄とは元という意味である。かの浄土は浄道の大事たる世を超えた全言より生じた。元が世を超えた全言であると言われた上は、 この全言はどのような姿を生み出すかを知らねばならない。だから次に飾られた姿を感じるのである、姿を知った上は、姿はどのような具体的な事物となっているかを知るべきである。だから次にいろいろな事物を感じるのである、いろいろな事物を知った上は、いろいろな事物の絶えなる色を知るべきである。だから次に絶えなる色を感じるのである、絶えなる色を知った上は、 この色はどのような食感を有するかを知るべきである。だから次に触れるということを感じるのである。身に触れる、省略を知った上は、目に触れるものの姿を知らねばならない。だから次に水と地と空とを飾った三種の物柄を感じるのである。目に触れる姿を知った上は、美観に触れるものを知らねばならない。だから次には花衣の香りの福井くと、 っているるることを感じるのである目や鼻などに触れることを知った上はそれにとらわれることのないことを知る必要がある。だから次に仏の知恵が明らかに照らしていることを感じるのである知恵の光の症状をならしめる力を知った上は浄土皆の音言を知らねばならない。だから次に清らかなる皆の遠くまで聞こえることを感じるのである皆を知った上は。 浄土は誰によって保たれているかを知らねばならない。だから次に浄土の主を感ずるのである主のますますことを知った上は主の腹からはどのような人々かを知らねばならない。だから次に腹からを感ずるのである腹からを知った上はこの腹からはどのように自由、命の糧を得ているかを知らねばならない。だから次に自由、命の糧を売る人。 をるるのである自由を知った上はこの自由に苦難ありやなしやを知らねばならない。だから次に苦難の全くないことを感じるのである。苦難のないことを知った上はどのようなわけでいろいろな苦難がないかを知らねばならない。だから次に大乗のいわれ。大乗の門すべての人の救われていく道を感じるのである。大乗のいわれを知った上は。 大乗の言われにいいて満足するか否か否を知ららねばならないだから次に求めるものが全て満たされていることを感ずるのである表情年の例えまた次にこの十七句はただ疑問を解くだけでなくこの十七種の飾りが全うしていることを感ずるならよく真実の清らかな信心を生じて。 必ずかの安楽仏度に生ずることができるのである。とい先に浄土の将は無将であると知ると言われたがこれは浄盆の将のものについてであろうもし下下盆の人が10年することによって往生するならこれは実の将だと固執するのではないかただ実の将だと固執するなら2つのとらわれに陥るだろうすなわち下盆の人は第一には往生することができないのではないかということ。 二には往生したとしてもさらに庄司の惑いを生ずるのではないかということである。答え例えばジョウ・マニシュを濁った水に入れるとたちまち水が清らかになるというようなものでたとえ人は計り知れぬ迷いの罪の濁りの中にあってもかの阿弥陀如来のこの上もない無償症状の宝たる名号を聞いてこれを濁った心に投ずるなら一年一年のうちに罪が滅し心が清くなって。 ついには往生するることができるのであるまたジョウ・マニシュを黒と木の絹に包んで水に投げ入れるとたちまち水は原稿色となり原稿と水とが全く一色のものになるというようなものでかの正常なる仏土には阿弥陀如来すなわち無常の宝が増し増しそれを限りなく飾り上げた九毒の絹に包んで往生するものの浸水に投げ入れるなら実の書ありとする執権は 転じて無のの知恵となるるであるまた氷の上で火を燃やすに火の勢いが強ければ氷が溶け氷が溶ければ火が消えるというようなものでかの下凡の人は発祥は無償であることを知らずとも人へに仏の皆を唱える力によって往生の心をなしかの浄土に生まれたいと願えばかの浄土は無償の世界であるがゆえに実の生ありとする宗犬の火が自然に消滅するのである。